皆さん、こんにちは。ワールドシリーズは、ドジャースが制し、所属している大谷翔平選手は移籍1年目にして快挙を成し遂げました。その喜びと同時に、以前から問題になっていた日本テレビとフジテレビの大谷翔平選手による取材拒否問題。今回もインタビューができなかったようですが、あることが話題となっています。優勝時に大谷翔平選手がフジテレビのインタビューを拒否したことが報じられましたが、実は大谷翔平選手がにらみつけた先には本木大輔さんがいたことが判明しました。なぜ大谷翔平選手は本木大輔さんをにらんだのでしょうか。今回は大谷翔平選手が本木大輔さんをにらみ拒絶した理由についてまずは調べてみました。また本木大輔さんの私生活についても合わせて迫ってみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。ワールドシリーズ優勝時にフジテレビが大谷翔平選手にインタビューを試みようとしたところ拒否されたという動画に注目が集まっていました。広報担当者が後ろに控えていたカメラに、やれやれみたいなアイコンタクトしていました。フジテレビへの拒絶がすごいと話題になっていましたが、実はこの時、大谷翔平選手がにらみつけたのは本木大輔さんだったことが分かりました。これはまさかの展開と言えます。確かにこの日は本木大輔さんはピンクのセーターを着用されていましたので、ご本人であることが分かります。本木大輔さんは結局大谷翔平選手にインタビューできずじまいだったようです。鬼の形相とまではいきませんが、一瞬を捉えたあんなに怒った表情の大谷翔平選手は初めて見た方がほとんどだったことでしょう。本木大輔さんといえば大谷翔平選手にとっては野球界の大先輩ということになると思いますが、そのよう相手をなぜにらみつけたのか理由が気になります。なぜ大谷翔平選手は本木大輔さんをにらみつけ、拒否したのかを調べていくと、理由はポルシェではないかと言われているようです。どういうことなのでしょうか。そもそも本木大輔さんはフジテレビの取材者としてその場にいたからだと思われましたが、おそらくポルシェ画像も原因だと思われます。本木大輔さんは過去に、大谷翔平選手が所有するポルシェの画像を自身のインスタに無断でアップされていたとのことです。現在は削除済みです。ハイカラビデオ。無断で愛車をネットにさらされたら、それが一般人だったとしても相当怒るでしょう。世界の大谷翔平選手の愛車ですから、これは批判が来るのも納得です。特定されてしまうと身の危険にもつながります。本木大輔さんによる愛車のポルシェ画像の無断投稿には、さすがに大谷翔平選手も相当お怒りだったのではないでしょうか。大谷翔平選手が本木大輔さんを睨んだ理由は、このポルシェ画像の拡散である可能性が高いと思われます。さて、フジテレビと本木大輔さんのどちらに大谷翔平選手は怒っているのでしょうか。今回の大谷翔平選手によるインタビュー拒否は、フジテレビと本木大輔さんのどちらが原因なのかしっかり調べてみました。大谷翔平選手が公表されない限り詳細は不明ですが、どちらにも怒っているのではないかと思われます。フジテレビは過去に、12億円で購入したばかりの豪邸の住所や敷地内の様子を晒してしまい、大谷翔平選手に即売却させる事態にまで発展しました。日本のような平和な国ではないアメリカにある世界のスーパースターの住所を晒したことで批判が殺到していました。しかも、敷地内にあるバスケットコートは無断で撮影されたものだったそうです。そして本木大輔さんには愛車のポルシェを晒されてしまいました。ある程度のことは大谷翔平選手も目をつぶっているところはあると思いますが、さすがに家と車を晒すのはやりすぎ以上の何者でもありません。大谷翔平選手レベルになると何か一つでも特定されてしまうと身の危険につながりますし、それはご自身だけでなく奥様の田中真美子さんや愛犬デコピンも危険にさらすことになってしまいます。晒されることに対してはかなりの厳重なセキュリティを取られていると思われます。さて、そんな本木大輔さんは巨人コーチ時代に命が危なかったですと言われるほど重篤な症状に悩まされたことがあるそうです。精神的な厳しさも語り、内臓が悲鳴を上げてと話す実情とはどのようなものだったのでしょうか。野球評論家の牧原博美氏が2023年12月3日までに自身の YouTube チャンネル、Mr.Perfect チャンネルを更新し、
2023年限りで巨人のコーチを退任した元木大輔さんがゲスト出演し、コーチ業の過酷さを語りました。退任後はゆっくりしたかったと語り、その後はタレントとして多忙な日々を過ごしているそうですが、野球のことを考えなくていいからと明かした元木氏。コーチ時代は毎日目をつぶったら野球のことが出てくる。やっぱり負けている時はきつい。オフになったら寝れるけど、1月になったらまた目が覚める。肉体的には何もしてないけど、内臓が悲鳴を上げていると語りました。ヘッドコーチを務めていた2020年のシーズン終盤には虫垂炎で手術を受けて入院したそうです。当時の記憶も赤裸々に語り、お腹が痛くなってすぐ治まる、精神的かなと思っていて、病院に行ったらすぐ手術しましょうと言われて、盲腸でしょ、薬で散らすことできないんですかって聞いたら、そんなレベルじゃない、もう本当にやばいですって言われて、と元木氏は語ります。ハイカラビデオ。何倍にも腫れてて、破裂寸前で命が危なかったですって言われて、と振り返り、そこから僕お酒も飲めなくなりました。飲んだら頭が痛くなってくるんで、と生活習慣が変わったことも明かしました。さて、現在は元プロ野球選手や元コーチという肩書きでバラエティ番組などで活躍している元木大輔さん。番組を通しておバカキャラとしても有名になった元木大輔さん。一時は現役時代と同じ読売ジャイアンツのユニフォームに再び袖を通しコーチを務めていましたが、そんな元木大輔さんに不吉な噂がいろいろとささやかれていることをご存知でしょうか。その中で最大に気になるのは奥様との関係性です。元木大輔さんにささやかれている噂の真相と現在の様子をチェックしていきたいと思います。いろいろな噂が絶えない元木大輔さんですが、彼の奥さんは大神いずみさんであることは有名です。元アナウンサーであり、二人の出会いは食事会だったそうです。そんな大神さんによると、元木大輔さんは家庭内では優しいものの、外に出ると急に態度が変わり、偉そうに指示を出したり口調が乱暴になったりするそうです。この性格が二人の関係に影響を及ぼしているようで、離婚の噂も浮上していた模様です。しかし現時点では離婚の事実は確認されておらず、あくまで憶測の域を出ていないようです。いかがだったでしょうか。今回は元木大輔さんについて深掘りしてきました。現役時代はくせ者と恐れられ、引退後はバラエティ番組で活躍していました。ラーメン屋の経営はうまくいかなかったものの、コーチとして再び愛する巨人軍のユニフォームに袖を通し、2019年と2020年にはセリーグ連覇に貢献しました。そして退任した今は再びバラエティの舞台へシフトを移しています。自身が標榜した長嶋一茂さんのような二刀流の活躍ができるのか注目していきたいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。